季節外れの猛暑です。高気圧に覆われ日差しが強まった県内、大洲、松山、宇和の3地点で気温が35度を超え、大洲では午後2時過ぎに全国2番目となる 36.6 度を観測しました。西予市宇和では1890年の統計開始以来最も遅い猛暑日に、大洲や松山も統計開始以来2番目に遅い猛暑日となりました。午後2時の松山市内です。手元の温度計は36度まで上がりました。このように強い日差しが照りつけていて、じっと立っているだけでも汗がにじみ出てきます。夏のような強い日差しを避けようと日傘を利用する人の姿が目立ちました。いやー、なんか暑いな。風のない時が一番いいか。9月中旬になってのこの暑さっていうのはどうですか？もう答える。暑い。そんな暑かったんや。最近涼しかったのにちょっと暑さが戻ってきたかなって。一方、公園内で営業中のキッチンカーでは、一時ちょっと下がってきたので、スープカレーとかもやってるんですけど、今日また暑くなって、はい、飲み物の方が多いですね。冷たいものの方が。ご主人も暑くないですか？はい、暑いです。もうキッチンカーの中狭いんで、で火を使うともうすごく暑いですね。暑さのピークは今日までと見られますが、県内は明日も高気圧に覆われ、各地で33度前後の厳しい残暑が続く見込みです。